こんにちは、新鮮動薬局鈴木邦明です。今日はまた上海ロックダウンの話なんですけれども、今まで、いろんな方面からですね、例えば肥料が農家に届いてないとか、干ばつの話とか、ロックダウンの話もしてきましたが、もしかしたらですね、私が想定して皆さんにお伝えしていたよりはるかにやばいことになる可能性が高いと思うんですよ。最後まで聞いていただくとその理由が分かりますので、ちょっとこれは真剣に最後まで見ていただいて、改めて、ちょっと備えていただく、できるだけ早く備えていただく必要があることを、再認識していただけたらと思います。ちょっとね、声のトーンでわかると思うんですが、今まで本当想定していたやつっていうのはえって感じになってしまうレベルの話だと思いますので、はい。まず5月7日の日本経済新聞で、上海港で、大気船が最大120隻と日本経済新聞が言ってましたけれども、現実には320隻を超えているようですね。本当、世界的な影響を及ぼしかねないというふうに指摘されていますが、世界的影響はもちろんなんですが、日本への影響は計り知れないということがもう本当に、分かると思います。本当こういう人為的なインフレを起こすという目的だということも、もう皆さんご承知の通りです。それでですね、この上海のことばかり、北京のこともちょろっと、報道では触れていますけれども、広州って、香港のちょっと上ですか、そこにも影響が出ていると。広州市では11地区すべてがコロナ検査を開始する計画を発表した。これ4月9日ですね。で、中国最大級のコンテナ港がある同市、ね、だから広州市には中国最大級のコンテナ港、上海には及ばないですけれども、そういう大きな港がある広州で4月9日なんですけれども、こちらの、エポックタイム、エポックテレビですか、こちらを見ていただくと分かるんですけれども、上海と北京だけじゃなくて深圳広州、という GDP が最も大きい旧都市が全てウイルスにやられてますってことを言ってるんですよ。で、ちょっと簡単にそこの部分だけ、書き出しましたけれども、5月1日の労働節に合わせた大型連休中は広州市民は必要な時以外は市外へ出れません。つまり広州は事実上の全市準ロックダウン状態、局地封鎖の状態と言えます。現在上海、北京、深圳、広州という GDP が最も大きい一級都市が全てウイルスにやられています。そのため経済に与える影響は言わずと知れたことです。上海、深圳、広州と聞いて何が思い当たりますか？ということで、中国都市の GDP ランキングですね。1位が上海、2位が北京、で3位が広東省の深圳市なんですね。で4位が広東省の広州市なんですよ。だから全部上位4つ、本当に一級都市なんです。上位4つの、だから日本で言うならば、東京と大阪と横浜、あと博多、その4つがもうロックダウンみたいなイメージですかね。で、もう一つ大事なのがここが、もう嫌になっちゃうんですけどね、上海港はもう皆さんご存知ですよね。広東省の深圳にも世界4番目の港がある。で広州には世界5番目の港があるんです。だから
ここは分かんないんですよね。忍法っていうところは、どうなってるかちょっと分からないんですけど、とにかく世界の上位5つの中に入る、3つの港が、ロックダウンになってる可能性があると。で、本当にここからが重要なんですけどね。日本の国別輸入ランキング見ると、こんな感じなんですよ。中国が、1850億ドルだから20兆円ちょっとですか、今の、円ドルのレートで言うとね、約20兆円と考えて、輸入シェアの24%を、占めているんです。ですから私も正直、もう本当そのぐらいの影響出ちゃうんだなって、約4分の1も影響が出てしまったら大変だなという認識だったんです。で、アメリカもね、なんていうんですか、農産物、オーストラリアも農産物があるから本当に大変だなという感覚でいたんですよ。もうちょっと笑っちゃうんですけどね。だから本当、そういう感覚でいたんですけど、これ見つけちゃったんです。中国から日本への、日本へのコンテナ貨物量、すごい量ですよね。550万トンぐらいですか。ヨーロッパ全体から見ても、ヨーロッパ全体から日本に来るコンテナ、貨物量、これが、100万トンぐらいで、北米から来るのも100万トンぐらいなんですよ。で、シェアも書いてありますよね。8.7%、12.0%って書いてあるんですが、世界中から合わせて1100万トンぐらいなんですよ。で、もう一回中国見てもらいます。550万トンなんだ。だから世界全体の半分の、コンテナが日本に中国から入ってきてる。だ、おそらくハブ港として中国、日本へのハブとして中国が利用されている。例えばヨーロッパから日本に持ってくるっていうので、貨物がスカスカになったらもったいないじゃないですか。だから中国へは需要があるから、なんていうんですか、乗り換えている。ね、だからヨーロッパから中国に、荷物を持ってきて、で、その時に日本の分もあったらそこで下ろして、で、日本の分は他の船に積み替えて、まとめて持っていく。だからなるべく満杯にした方が効率がいいわけじゃないですか。そのために旅客機の乗り換えみたいに、港の乗り換えというのが、おそらく中国のこのさっきの、上海とか深圳とかそういうところの港で行われてて、で、それが日本に入ってくる。だからそのハブ港として、日本への港としての、パワーがすごいものになってるから、こういうことになってる。シェアの半分約。もうため息しか出ないですよね。で、これを前提にするならば、本当に物不足になるのは一瞬ではないでしょうか。どっかの会社が本当、販売休止とか製造休止をアナウンスしたと思ったら、そこから各社の在庫の量っていうのは違うと思いますけれども、そこから長くて3ヶ月、おそらくつく1、2ヶ月程度でほとんどのものがなくなってくるんではないでしょうか。前回、回転寿司でイカタコ類とかね、貝類のメニューが少なくなってるとかっていう話はしましたけれども、今度5月18日の水曜日にまた回転寿司行きますけれども、もしかしたら、そこでさらに メニューが減っているようなことがあったら、やばいかもしれないですね。
とにかく輸入額のシェアは 24% なんだけれども、貨物の量が日本に入ってくる、半分、コンテナ貨物の量が日本に入ってくる量の半分が中国からのものであるという、まあ、この事実を知ってしまいましたので、本当に、再度繰り返します、どこかが販売休止とか製造休止をアナウンスしたと思ったら、そこからはものすごいスピードだと思います。でインフレっていうのは需要と供給バランスが崩れると、特に食料とかエネルギー価格は本当に速攻で上がりますから、ちょっと秋には食料品の値段が数倍は覚悟する必要があるのではないかと思われます。でまあそうですね、ちょっと今日は気が重い、ニュースですけれども、ニュースっていうか情報ですけれども、まあ私たちにできることっていうのは最悪の事態を想定して、それに備えると、一部コメントなんかに、なんか言ってることがそういうことだという言ってることを聞いてると、こういうことが起きるってことですかって私に質問してる人がいましたけど、私には分かりません、ただ私も一応経営者としてずっとやってきたもんですから、最悪の事態を想定してそれに備えるという、それに対処する、備えて打ち手を打つ、その最悪の事態に対する、まあ、そういうことを繰り返してきているので、今回も最悪の事態を皆さんに、お伝えしているつもりです。でそれに対しての認識が人によってね、温度差があることも事実ですし、それに対しての備え方も温度差があるのは事実だと思いますので、まあ、そこから先は自己責任って話になっちゃうんですけどね。でこんな話もどう受け取るのか、それも人によって、違うじゃないですか。中には、これだけの話を聞いても、まあなんとかなるだろうって何もしない方もいらっしゃいますし、で人によっては僕も驚いちゃってるんですけど、ご夫婦で米もう300キロ以上備えてるって方もいましたからね。2人ですよ。ご家族いないんですって。2人で300キロ以上。何年っつったかな。感覚的、まあそのご夫婦も、1日1食にされてるということなので、まあ500キロあったら5年どころじゃないでしょうね、持つのが。まあ本当そういう感じで、個人差ね。ありますけれども、まあやれることっていうのは本当備えることしかありませんので、とにかくもしこのコンテナ量というものの解釈が私が言ってることが間違ってなければ、本当にこれは、もし、この上海の問題と先ほどの港ですよね、の問題が同時期から始まっていないことを祈る、上海がとにかく3月の28日からですよね。で先ほどの深圳とか広州が4月の後半からならば、在庫としては約3ヶ月どの企業もあるでしょうから、5、6、7まで残るんですよ。で上海が一番大きいけれども、上海は、だから4、5、6月ぐらいでおそらくもう上海からの、輸入の影響っていうのはもう7月に必ず出てくる。でもし、深圳と広州が4月の後半からなら5、6、7月まではなんとかなるけど、8月には影響が出る。まあそういうふうに判断した方がいいんじゃないかと。まあもしかしたらそれが1ヶ月ぐらい前倒しになるのかもしれませんけれども、まあ7月はやっぱり7月までに備えるということはどう考えても必要だし、今月備えておいた方がさらに有利で、食品だけじゃなくて私も、服、まあ、農作業みたいなこととかいろいろやってたら、もうズボンとかがもうほんとボロボロになってきちゃってるんで、
買いに行かなきゃと思ってたんですけどね、そういう類のものも、早めに用意しておかないと、まあ、もう電化製品もそうですね。電化製品も私は慌てて、いくつか買いましたけれども、まあ、そういった類のこともなるべく物がなくなっちゃう前に、買えるだけ買っておいた方が無難ですので、ぜひ、ちょっと、なんですかね、この影響を、なお深刻に捉えていただいて、行動されることをお勧めします。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。